はい、まあ強烈な雨なんです。さっき止んだんですけどね、一瞬止んだんですけど、また強烈な雨に戻っております。ブックマーケット A2 南セナ店ですよね。この通りをもう少し行って左に行ったところにあると思いますが、視界が悪いですね、雨で。これで多分この本でしょ、これここから入んのか。どうふぉーじたです。さーはーい、ということでね、ブックマーケット A2 南瀬名店さん来ました、来ました、ふんふん来ました。はい、ということでこの携帯のお店に入るの初めてなんでね、楽しみです。駿河屋さんともまた違う値段の付け方なのか、どうなってるのか、行きたいと思います。からの、はい、ということでね、初めてのパターンかな、ブックマーケット A2 南瀬名店さん来ました。まあ駿河屋さんといえば駿河屋さんなんですけど、携帯が違うというか、まあ置いてあるものが、まあ色があるとか、ちょっとよくわかんないですけど、まあ何があるのか楽しみではあります。早速もう入った瞬間もスイッチがあるということですね。で PS3 があります。100円からか。でここが PS4 とか PS ビータとか、そんなような Wii U とかがあり、ここが PS2 ですね。下 PSP とか、店の横にまずこうあります。動かないゲーム機買い取ります。この駿河屋さんのマスコットキャラクターもありますね。もったいないにゃグラサンかけてますけどね、っていうのが置いてありつつ、でここにはあのゲームがありますね。あ、なんかこれマリオ風になってたりとかしますね。鍵を救うやつ、このくじのやつとか、あ、これはガチャか、くじを引いてみたいなガチャですよね。こうガチャとかって駿河屋さんの中にあるっていうのは珍しいかもしれないですね。そしてここがまあまあレトロ系になってきましたね。安いですね。ファイティングゴルフ100円、麻雀100円と、まあ、いつものメンバーではないじゃないですか。まあ、いつものメンバーか、若干ハリスタ100円、ハリスタ100円、スーパーリアルベースボール100円、モエプロ100円と、まあ、すさみがある。まあ、でもすごい安いことです。100円ですもん、箱付きも。クレヨンしんちゃんも100円とか、すごいなんか安いことは安い。4人打ちマージャン100円、4人打ちマージャン100円、アドバンス、スーパーハミスタ5、鬼安100円。これ欲しいかもしれないけどな。でも箱がちょっと傷んでる、まあ、当たり前100円なんですけどね、当たり前なんですけど。ゲームボーイとかがあり、この下がスーパーハミコンストレージボックス1500円、これはで100円のサターンとか PS1 がありつつですね。でここかショーケース、あ、ゲームボーイここにありますね。これタートルブリッジ、結構レアなやつなんですけど、焼けてて3800円。ミクロはまあこんな感じですね。あ、これ安くない？明星のコントローラーがこんな綺麗だよ、箱。何がいいって、この箱が綺麗だったんですよ。値段的にはまあ普通っちゃ普通なんですけど、これはね、買おうかな。買う可能性高いです。ここにスーファミがありますね。メトロイド、オモロイドが11000円。あ、スーパーカセットビジョンのルパン4000円。これとかアドバンスの高いやつですね。グラディウスとかファイナルファイトとか。ランマが2600円。でこっちに来るとアテナの攻略本が27000円、マザー1、2、10700円。まあこの辺メガドライブですね。ムシャレスタ31000円、魔導物語8800円。あ、ここはネオジョガンのか、ワーヒージェットが9000円、これはワールドヒーローズ1か14800円、ガロスペ4300円というショーケースか。結構貴重なのがありつつ、でこっちね、ここか、ここになかなかありますね。アドバンスとかゲーム、あのね、駿河屋さんの、まあ、A2 さんのブックマーケットさんのこのゲームボーイの箱付き、俺すごい好きなんですよ、マジで。それはまあ状況とかにもよると思うんですけど、綺麗なやつが多くて安いやつが多いイメージがあるんです。例えばこのウルトラマンクラブ、鬼安、まあ並品ではありますけどね、鬼安でしょこれ、800円ははっきり言って。でこの辺とかやばくないですか、これ買いますね、この綺麗さで600円。まあ貴重ではないですよ、これなんか勉強のやつなんで、この四角い頭を丸くするとか、まあこれは安いものではあるんですけど、綺麗っていう観点ではすごい。で来ましたね、ポケット上海も800円の激安。うわ、やばいやばい安さじゃん、この感じだと俺はなると思ってたんですよ。これ相当買うやつあると思います。まあゼルダは2800円、スーパーマリオランド綺麗っぽいよ、これいいんじゃない、1750円。ちょっとこれはありますけど、これも行く可能性はあります。テトリス毒マリは多いんですけど、まあ安いっちゃ安いですよね。ドラクエ3、この辺も綺麗なやつは意外にまた来てますからね。まあもちろん1、2もしっかりなんですけど、
3が3300円、1、2が2150円。で、イルとかも今は安いんですけど、これもゆくゆくは来ると思うんですよね。イルとかルカももちろん。テトリスフラッシュ。あ、大工のゲンさんとハットリス。いや、鬼安いじゃないですか。パチンコとはいえ、超綺麗だし、これ買いますね。ハットリスも綺麗だったら1100円は鬼安なんですけど、まあ、ちょっとこれはランク B ということですね。ハイパーブラックバス、これも鬼安じゃないですか、多分700円ぐらいじゃない。決まりました、700円でした。まあ、ちょっとこれは難品なんで控えておきますけど、ポケモン青、これはまあ高いんじゃないですか、やっぱり5850円。これは星のカービィとかも綺麗なら買っといた方がいいと思うんですよ。まあちょっと傷んでるんですけど、あとはまあ巻き場王もね、600円ってありえないですよ、普通に考えて。ちょっと傷んではいますけど、安い。あとこれは高いだろうな、多分悟空飛翔伝は多分高いと思うんですけど、まあ2300円だったらね、綺麗だったら買いますよ。これも意外に綺麗だから買う可能性もなきにしもあらず。国取り物語も多分安いですよ、これ。どういくらだろう、900円とか。鬼安じゃない、はっきり言って。いや、700円って言おうと思ったんだけど、あまりにも安いすぎるじゃないですか。で、これだけもしかしたら2000円とかもありえたから、一応控えておいたんですけど、やっぱり安かったということですね。安い。ちょっとゲームボーイのコーナーで多分相当買いますね、これ。で、来ました、ファミコン。ファミスタ93。1750円。キャプツバ2、2200円。人生劇場2。鬼安800円。ツインビー3200円。エムブレム外伝3100円。ゲームボーイがなぜか。説明書なしか。6番で缶のやつですね。この辺とかもまあまあ欲しいっちゃ欲しいですけどね。綺麗だし、安いし、説はないけど。あとまあディスクとかもあり。ちょっと裸はね、ちょっとスーッと見ちゃいますけど。ワイワールド2、1700円と。桃電が1200円。麻雀安いんじゃん、超。こっちは350円。あっちの特価の方は100円でしたけどね。あとまあこの辺、テンヤードファイト。はい、ダイオードあります。900円。仮面ライダークルクラブ300円とか安いっすね、やっぱり。ドラキュラク2600円。で、まあ、ここはまあ、スーッといっちゃって。じゃあ、1個だけ見よう、何かを。この辺。聖剣伝説3、600円。まあまあ、安い。まあ、これも気になったんで、ちょっと。ワールドサッカー700円。節付き。で、下と。ここも結構綺麗そうなやつ多いじゃないですかね。聖剣3、1450円。超綺麗。だけど、いっぱい持ってるからちょっと控えておきます。このね、おしゃべりパロデュースとか、綺麗なの欲しいですけどね。5900円で、まあ、箱は傷んでると。テイルズ・オブ・ファンタジアも綺麗であれば。4000円か。これも近年来ちゃってますからね。数年前だと1000円とかで売ってたんで。島工作とかもな。サンドラとかも綺麗であれば欲しいけどな。2450円。チームアルコちゃん。2950円。これ切れそうじゃない、なんとなく。まあまあ、安いんじゃないですか、意外と。950円と。まだスザミがある。超サイヤ。綺麗じゃないこれ。33か。ちょっと悩む価格だな。綺麗な、ここは綺麗なんですけど。あとまあ、これはパチンコとか多いですね。あと、ランマ。この赤猫。3900円。ランマも結構近年来てるかもしれないですね。ランマとかって多分全部、どれでも1000円ぐらいで売ってたじゃないですか。ちょっと前まで。モノポリ2。2100円。まあまあ、これは綺麗なんで。まあ、いっぱい持ってるんで。思い入れがあるから見たんですけど。あと、サウンドドメル系ね。夜光虫。これちょっとスレがあるのか。でも綺麗じゃない、意外に。こういうのも来とい、来ると思うんで、この赤川次郎とかね、この辺とかも来ると俺は思うんですよね。超安くない、マジで。綺麗なのに。この辺も買いますね、多分。マジンガ Z は高いでしょ。やっぱね、6200円。でも綺麗よ、これは。これはもう、ファンであれば抑えておく必要ありますね、この綺麗さは。62でもお得かもしれないですね。まず赤。まず4950円。まあ、綺麗だけど、結構綺麗だけど、まあ、こんぐらいすると、最近はね。で、ワンダースワンと。テルテルスタジアム。1200円。モデムを使ってダイヤルアップで電話料金払いながら通信対戦をするやつですね。メガドライブ、メガドライブ。パワーモンガー。1600円。安いっすね、やっぱね。欲しければ安い。このなんかでっかいケース、普通のやつと比べて。これなかなか少ないですよね。ヘルツオクツバイ。1900円。ソニックとか、まあメガドライブだとね、キレキないって分かりづらいですけど、まあ綺麗なような感じはしてますよね。3450円。で、メガドライブがあって、この辺も切れそうじゃない結構。あ、でもこんなすんだ。3300円。まあ、野球とかどうとかじゃなくて少ないんですよ、やっぱこれ。ゲームギアは。で、綺麗だし。ギャンジコ。これは1000円で安いですね。超綺麗だからな。これ買う手もあることあるかもしれないですね。ここまで来るとね。コラムスも超綺麗で1000円。これまあ、今、現状高くはないんですよ。でも、こんだけ綺麗なやつはもうあんまないんじゃないかと。思うんですよね。
で、まあ、ここ箱説なしか。ミッドナイトレジスタンスは結構高いんじゃないかな、やっぱ3000とか、あ、5800したか。この過激もね、意外に結構あの当時ゲーセンにあって3450円、なんかストリートファイトみたいなやつですね。ワン画面で戦っていくみたいな。そしてロッキー2700円で、 PC エンジンがあるのか、この辺りね。ゼビウスは多分どうだ、サンキュッパーとか、まあ大体はこんな感じですよね。4400円、まあ、ここは CD ロームか。大体出たらツインビーもやっぱ35とか4000とかじゃない。まあやっぱそうなってきますよね。4100円、ダンジョンエクスプローラー、アリコさんが好きだったロープレを複数でできるやつ、1300円、安いですね。このなんか中に入ってるスポンジもね、欲しいですよね、純正のやつで。花高だか、これは超高いと思います。6000とかじゃない、8900円。サタンがここにありますね。天地を食らう2、7600円。はい、この裏のショーケースはスイッチとか新しいやつがやっぱ続きますね。 PS5 もやっぱありますね、76000円。そしてコントローラーとかもあり、でこっちもなんかねすごい広がっていろいろありますね。フィギュアとか音楽ソフトとか超広い感じ。ゲームだけは僕は重点的に見ましたが、すごいんじゃないでしょうか。はい、ということでブックマーケット A2 南セナ店さん買いました。スサミがまずこのね、一応サウンドノベル一応抑えました、950円950円と。そしてゲームボーイやっぱりいっぱい抑えましたね。この感じになってますね。ボンバーマン750円、大工のゲンさんパチンコ750円、超キルなんでね。ポケット上海800円、四角い頭を丸くする600円、銀星ゲーム500円、そして国取り物語 SD 戦国伝国取り物語700円と。でマリオランド1750円、まあ、これが一番高かったのかな、まあ、綺麗なんでね。ということでゲームボーイの箱付きいっぱい買いました。ゲームボーイの箱 PC いっぱい買いました。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふにゅ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